株式会社 WFS は東京都港区六本木に本社を置く日本のゲーム会社。グリー株式会社の子会社でスマートフォン用ゲームアプリの開発、運営を中核事業としている。旧称号は株式会社ライトフライヤースタジオ。2014年2月21日設立。同年5月26日に初のオリジナルタイトルとなる消滅都市をリリース。 以降、アナザーエデン時空を超える猫などのゲームアプリの開発、運営を行っている。WFS では、アナザーエデン、消滅都市をはじめ、様々なゲームの開発、運営を行っている。また、親会社であるグリーのサービスを、ユーザー向けにアプリサービスを提供する、グリープラットフォームの他にも、アップストアや Google プレイなどを通じて、グローバルで配信している。また、 任天堂、ス e n d o への参入、LINE 向けメッセンジャーゲームの開発、運営も行っている。サービス中のタイトル出展、公式ホームページ、サービス、サービス終了済みタイトル WFS では、法人向けのデジタル領域に対して、ソリューションサービスを提供している。従来のプロダクト開発で培ったノウハウをもとに、企画立案から開発、または運営まで、 法人の課題解決の支援に取り組む。親会社のグリーンが長年蓄積してきた SNS の開発、運営経験と WFS が有するマーケティングノウハウを駆使して開発されたファンコミュニティプラットフォームのファンビッツを通じて法人、個人クリエイターのマーケティング活動を強力に支援する。ABC 第7期決算広告、2020年10月16日付。 官報87ページ。スマートフォン向け新作アプリ、消滅都市、天と大地と女神の魔法を4月17日より、事前登録開始。クリー株式会社。2014年3月1日へ閲覧。社名変更のお知らせ。株式会社、WFS。2018年10月2日閲覧。会社分割による当社。 完全子会社へのライトフライヤースタジオ事業の承継に関するお知らせ。グリー株式会社。2020年5月20日閲覧。グリープラットフォーム概要。グリーディベロップセンター。2020年11月11日閲覧。WFS アフターロスト消滅都市のサービスを2021年6月30日を持って終了。サービス開始から約2年で。 ソーシャル、ゲームインフォ、2021年5月7日閲覧。テント第一と女神の魔法サービス終了のお知らせ。株式会社、ライトフライヤースタジオ、2015年3月1日、閲覧。パズクエサービス終了のお知らせ。株式会社、ライトフライヤースタジオ、2016年6月1日、閲覧。ガーディアンクラッシュサービス終了のお知らせ。株式会社、 ライトフライヤースタジオ2016年6月1日閲覧。ラインゲーム一部ゲームタイトル終了と払い戻しのお知らせ。ライン株式会社2016年12月1日閲覧。ソウルアームズサービス終了のお知らせ。株式会社ライトフライヤースタジオ2017年6月1日閲覧。通訳の青サービス終了のお知らせ。 株式会社、ライトフライヤースタジオ、2017年7月1日、閲覧。英雄ゲーム版、消滅年にサービス終了について。株式会社、WFS、2018年10月1日閲覧。武器をさらばサービス終了のお知らせ。株式会社、WFS、2019年4月1日閲覧。ララマジサービス終了のお知らせ。株式会社、 WFS 2020年6月5日閲覧。グリーエンターテインメント領域に特化したファンコミュニティプラットフォームファンビィッツを提供開始、ファンコミュニティを通じたクリエイターのマーケティング活動を強力に支援。 prtimes,https, スラッシュ、スラッシュ ,prtimes.jp, スラッシュ、メイン、スラッシュ、html, スラッシュ、rd, スラッシュ、p, スラッシュ、0 0 00 1 0 a3, 0000, 2 1 9 7 3 h t m l 2020年11月11日閲覧公式ホームページ。ありがとうございます。